ドラガンベンダーは、クロアチアのバスケットボール選手、ボスニア・ヘルツェゴビナのチャプリナ出身、クロアチア代表、BBL などで活躍し、2016年の NBA ドラフトでフェニックス・サンズから指名された。1997年に、ボスニア・ヘルツェゴビナで生まれ、幼い頃に、クロアチアのスプリトに移住。シカゴ・ブルズなどで活躍したトニーク・クーコッチのような、 バスケットボール選手を夢見ていたベンダーは、12歳の時にニコラ・ブズシックが主催するバスケットボールアカデミーに入団。2013年、15歳の時に地元チームの経験、スプリットでプロデビュー。その後2014年に BPL の統合マッカビテルアビブ BC と7年契約を締結。加入1年目の2014から15シーズンをいろり、ラマトガンでプレイし、 リーグカップを獲得。翌2015から16シーズンにより正式に、マッカビテルアビブに加入し、ユーロリーグにも出場するなど、若手注目株として注目されたベンダーは、2016年に130万ベイドルで、マッカビテルアビブの契約を買い取り、2016年の NBA ドラフトへのエントリーを表明。全体4位で、フェニックスサンズから指名された。2014年に、 U-18 欧州選手権でクロアチア代表に招集され3位入賞に貢献した。ありがとうございます。